頑張れごはん。最長老さんとこはもうすぐそこだ。はい。ごはん、見えてきたぞ。は、あの高い山、あそこがそうだよ。僕でもなんとか勝てそう。ここは俺が時間をか、はい。なめた真似しやがって。さあ返してもらおうか、俺の隠しておいた星の4つあるドラゴンボールを。一体何のことだ。とぼけていろ、すぐに喋らせてやるぜ。これはすごい。あの力を引き出してくれるって。はい、あなたは凄まじい潜在能力をお持ちのようだ。ただそれに対する抵抗感もおありのようですね。すいません、なんとか急げないですか。大丈夫です。いくつか質問するだけです。それであなたの心の力を引き出すので。心を落ち着けて答えてください。はい。あなたは大きな力についてどう思います。それはあなたの真実では。もう一度。あなたは、そうですね、あなたにとって力とは。ですがあなたはそれだけではなく。では次の質問。それでは力はどんな時に使う。そうです、力は。最後の質問。あなたは力を得て何の。それはもう一度。あなたは力を得て何のために戦いますか。そうです、それがあなたの戦う理由です。だからそのことを忘れないで。はい。では行きますよ。なんだ、中に誰かいやがる。ボールを隠したのはここか。待てベジータ、待ってくれ。帰れ、中には入れさせんぞ。死にたいらしいな。ん？この中から強い戦闘力か。そうか、カカロットも来ていやがったか。何？貴様か。なぜ基本パワーが急に上がったんだ。でんで、すぐ皆に知らせよ。得体の知れぬ大きな力がこのナメック星に接近していると。一つではないだと。まさか1、2、3、4、5。くそったれ、間違いない。この木はギニュー特選隊だ。フ
フリーザのやつ、義乳特戦隊を呼びやがった。貴様ら、この俺にドラゴンボールを早く渡せ。バカ言うな、そんなことできるはずないだろう。約束してやる、俺が不死身の力を得ても貴様らには手を出さん。騙されるもんか。いいか、義乳特戦隊ってのは今の俺、いやそれ以上かもしれん。そんな奴らが5人もいるんだ。奴らは最新のスカウターで俺たちをすぐに見つけて殺しにやってくるぞ。道はたった一つしかない、俺を不死身にして奴らを倒すという道しかな。こいつの言ってることは本当かもしれん。確かに邪悪な大パワーが5つ。しかしそれじゃ俺たちは何のために。ドラゴンボールで叶う願いは3つだ。お前たちの願いもきっと叶えられるだろう。3つは1つじゃないの。早くしろ、間に合わなくなっても知らんぞ。わかった、ついてこい。約束だけは必ず守ってもらうぞ。めいっぱい飛ばせ。やっと到着しましたね。リクルーバーカー、チェイス、誰だ。ギニュー、みんな揃ってギニュー特戦隊。待っていましたよ。ありがとうございます。フリーザ様、今回の我々の使命をお教えください。裏切り者のベジータが私の集めたドラゴンボールを奪って逃げました。死なない程度に痛めつけてここに連れてきてください。たやすいご用です。我々のスカウターはすでにベジータを捕らえております。フリーザ様、ご注文のスカウターは。こちらに。ご苦労様。では行ってまいります。お前たち準備はいいな。ファイト。ブルマさん、ドラゴンボール持っていきますから。何なのよ今。ベジータもいなかった。奴らも動き出した。さすがに間に合って。よう、ベジータちゃん。早い、接近が分からなかった。くそ、もう少しだったのに。おや、もしかするとそいつがドラゴンボールってやつかな。後ろに5個、お前たちが2個。全部揃ってるじゃないか。貴様たちなんぞに渡してたまるか。では強引にいただくまでだ、グルド。はっ。
瞬だが超能力で時間を止められるという噂は本当だったのか。これで7個すべていただいた。あとはお前たちの始末だな、ベジ。そりゃないですよ、義乳隊長。この前も美味しいところ持ってったじゃないっすか。ずるいっすよ。そうだったか。じゃあリクームがベジータ、グルドはチビ2匹セットでな。仲良くやれよ。俺は優しいだろう。おー、最高っすよ。では俺はフリーザ様にドラゴンボールを持っていく。これでフリーザ様は不老不死が手に入る。さてだ、グルド、お前から先にあのチビ2匹を片付けちまえよ。ああ、こりゃあっという間に終わっちまいそうだ。よし、行くぞ。木を解放しろ。